お正月にネズミとニワトリと猫とイタチが集まって、お正月だもの、お餅が食べたいな、と言い合い合っていました。するとネズミが言いました。そうだ、この家の2階に二段重ねの鏡餅があるよ。そして、トントンと2階に上がっていきました。他は、 階段に順番に並びました。ネズミはまず小さい方のお餅を尻尾で巻いて引っ張りました。そして、はい、と鶏に渡しました。鶏は、よいしょと、下の段の猫に渡し、猫は、それよ、と、イタチに渡しました。うまくいったぞ。 イタチは喜んで大声をあげました。今度は大きい方のお餅です。これもネズミが尻尾で巻いて引っ張りました。重くて尻尾がちぎれそうです。でもネズミは頑張って待っていた鶏に渡そうとしました。その途端、尻尾から餅が外れたのです。 ごろんと餅は鶏の上に落ちました。こけたこけた、こけっと気をつけろ。鶏はそう鳴いてネズミを叱りました。その下の段にいたのは猫です。猫はひらりと身をかわして言いました。俺はにゃんともないぞ。一番下にいたのはイタチです。餅はイタチにドンとぶつかりました。 イタチ、イタチイタチはそう言って泣きました。でもその後は、お餅を焼いて、あんこをつけたり、きなこをつけたり、どうににしたりして、みんなお腹いっぱい食べることができました。本当にいいお正月でした。